訪日外国人が愛する意外な日本食6選を知っていますか？なあ霊夢、日本は世界的にも美食の国だが、訪日外国人に愛される食べ物があることは知ってるか？日本食好き外国人なら、寿司とかそんなとこじゃないの？いやいや、そういう定番な日本食だけじゃないんだぜ。というわけで、今回は訪日外国人が愛する意外な日本食を6つ紹介するぜ。視聴者の皆様も、動画の感想をコメントに書いてくれると嬉しいわ。というわけで、ゆっくりしていってね。一つ目は卵かけご飯だぜ。生卵って外国人は食べる習慣がないでしょ。確かに生卵をかけて食べる卵かけご飯は、日本以外で食べられることは少ないんだぜ。しかし、訪日外国人は卵かけご飯を好んでくれているんだ。異文化だし、食の好みも国で違うのになんでかしら？それは卵かけご飯について知ればわかることなんだぜ。卵かけご飯は、生卵をご飯にかけて食べる料理のことだ。卵一つとご飯、醤油などがあれば手軽に食べることができ、日本文化も感じられる日本独自の食事と言えるんだぜ。特に卵かけご飯の素晴らしさは、そのシンプルさにあるんだ。醤油や薬味のみで、卵をそのまま味わうことができるんだぜ。さらに、卵の栄養価は高く、健康にも最適なんだ。確かに栄養価が高くて簡単に食べれて良いのよね。でも、別に外国人が好む理由ではないでしょ。訪日外国人が卵かけご飯を愛してくれるのは、日本文化に古くから根付いている食事だからなんだぜ。また、日本の習慣に興味がある方が多いのも理由だな。確かに日本好きな方は、食文化って気になるわね。実際に食べた外国人からは次のような反応があったぜ。生卵は衛生上の問題で母国では食べられないんだ。だけど、日本では卵かけご飯を試してみて、味にハマってしまったんだよ。日本の卵かけご飯は、醤油との相性が良くて美味しかったんだ。彼らは初めて食べたことも、美味しさにも喜んでるわ。他国では食べられないという珍しさ、日本特有の食品の美味しさ、これらが訪日外国人にとって特別な体験になってるんだな。ちなみに、卵かけご飯は日本でいつから食べられているの？もともと日本では魚介類の食べ物が主流だったんだ。仏教の影響で殺生が禁止され、お米の神聖史もあって、古い時代の生活では動物の食肉は稀だったんだぜ。しかし、戦国時代から江戸時代になると、西洋人が来航したことで食肉が解禁され、卵を食べる文化も日本に根付いていったんだな。じゃあ、卵が食べられ始めたのは、海外からの影響だったのね。でも、生卵を食べるようになったのは日本文化なんだぜ。1805年の料理本素人包丁には、卵かけご飯に似た料理が載っているそうなんだ。こういった江戸時代の文献はいくつか見つかっていて、生卵を食べる食文化が日本に出てきた流れがわかるだろ。なるほど。日本の食文化は独自の発展をしているのね。現代では、卵かけご飯専用の醤油が作られたり、卵かけご飯に合う薬味や調味料が販売されているんだぜ。自分に合った卵かけご飯を追求することもできるわけだな。卵かけご飯を長年食べている国として、卵かけご飯の美味しさを追求している感じがするわ。美味しく食べたいという日本の努力が食に現れているんだぜ。また、卵かけご飯を日常的に食べる国であるため、卵の衛生管理は徹底したものとなっているんだ。先に紹介されてた訪日外国人の反応でも、衛生上の問題で食べれないって言ってたものね。そうなんだぜ。国によっては衛生管理の問題があって、卵の生食を危険としていることの方がほとんどなんだ。鶏の卵は、鶏の肛門から出てくるんだが、基本的にサルモネラ菌は家畜のほとんどが持っていて、卵の殻についている可能性が高いんだぜ。だから、日本では卵の外側を徹底的に除菌しているし、鶏に抗生物質を与えて、サルモネラ菌対策してあるんだ。これは日本の徹底した管理の賜物だわ。日本の食文化として、今後も卵かけご飯は続いてほしいしな。海外にもその美味しさを届け続けていきたいわね。二つ目はお茶漬けだぜ。お茶漬けは日本人も大好きな料理の一つよね。お茶漬けといえば日本独自の料理だからな。日本好きの訪日外国人が好むのは当たり前だぜ。お茶漬けは主にご飯にお茶をかけて食べる料理のことだ。また、お茶ではなく、出汁をかける場合もあり、好みの薬味を乗せて食べるのもお茶漬けの醍醐味だな。インスタントだと長谷園のお茶漬けは有名よ。長谷園のお茶漬けを知らない日本人はいないだろうな。しかし、本来のお茶漬けはお茶をかけて食べる料理だ。お茶をかけて食べる場合はまた味わいが違うんだぜ。インスタントだとお茶とは味付けが違うものね。日本茶の苦味と薬味の相性が最高に美味しいんだ。出汁をかけたお茶漬けの場合は出汁の風味が最高だな。そんなお茶漬けが始まったのはいつ頃からなの？日本でご飯に汁をかけて食べるという方法は、稲作が米食文化の始まりからあると考えられているそうだ。
しかし、文献は残っていないので明確ではないんだぜ。ただ、平安時代には枕草子や源氏物語などで、湯漬けや水飯といった食べ方が登場しているので、平安時代以前からあった可能性は高いんだ。ご飯に汁をかけて食べる方法自体は、かなり古くから日本に根付いていたってことね。そうだ。そして、お茶漬けが始まったのは、茶が庶民に定着した江戸時代中期以降とされているんだぜ。先に紹介したお湯や水をかけて食べるより、旨味成分の含まれているお茶をかけた方が、美味しいというのが理由としてあるそうだな。もともと、ご飯にお湯などをかけて食べてたことが、お茶が一般にも広がったことで変わったわけだわ。また、当時の商人に奉公に行っていた使用人たちが、忙しい仕事の合間に急いで食事を取る方法として、お茶漬けができたとも言われているんだぜ。確かにお茶漬けなら忙しい時もさっと食べられるわね。このようにお茶漬けは、日本の歴史と文化が作った料理なんだぜ。美味しく、早く食べれるってのは素晴らしい利点だよな。ちなみに、訪日外国人からはどういう反応があるのよ？実際にお茶漬けを食べた外国人からは次のような反応があったんだぜ。お茶漬けはよく朝食で食べるようになったよ。ヘルシーでとても美味しいんだ。日本のお茶漬けは体調が悪い時にも食べやすくていいんだよ。確かに不調な時でも食べやすいし、朝食にも最適ね。長谷園のお茶漬けは、冷蔵庫に常備しているんだ。簡単に食べれるのはもちろん、美味しくてアレンジもしやすいのが最高だよ。日本のレストランで食べたお茶漬けは、今まで食べたことのない味わいで忘れることができないんだ。日本で生活する訪日外国人や旅行で訪れた方々は、このようにお茶漬けの体験を喜んでくれているんだぜ。日本人よりもお茶漬けの美味しさを味わってくれている感じがするわ。日本の食文化が受け入れられているのは、嬉しいことなんだ。お茶漬けの素晴らしさや日本の食文化を今後も伝えていきたいわね。三つ目はおでんだぜ。おでんって日本人にとっては美味しいけど、訪日外国人に愛される食べ物なのかしら？おでんは日本人以外にも好評な料理の一つだぜ。日本料理としては煮物や鍋料理の一種とされているんだ。昆布だしなどに味をつけ、練り物を煮込む料理だな。日本独自の料理だが、台湾や朝鮮半島には、日本が統治していた時代におでんが広まっているんだ。また、近年ではタイなどでも日系のコンビニエンスストアで、おでんは販売されているんだぜ。少しずつ海外進出しているってわけなんだ。おでんはワールドワイドな食べ物になってきているのね。だからこそ、訪日外国人にとっても、おでんは人気なんだぜ。おでんを食べた訪日外国人から次のような反応があるんだ。私はおでんが大好きなんだ。寒い時期の日本を訪れると必ず食べてしまうんだよ。日本食が大好きなんだけど、冬は必ずおでんを家族で食べたいと思うほどに好きなんだ。どちらもがおでんを大好きだと言ってくれているわね。日本食を好んでくれることはとても嬉しいことだわ。おでんの良いところは、酒を一緒に楽しむことができるとこなんだ。日本の食文化と酒を楽しむことができて最高だよ。もはや日本通みたいな訪日外国人も登場しているわね。このように、おでんは訪日外国人に愛される食べ物なんだ。ちなみに、おでんはいつ誕生したのかしら？おでんが誕生したのは、14世紀頃だと考えられるぜ。江戸時代、味噌田楽が江戸名物となっていたんだ。そして、おでんは田楽という豆腐料理の衣装だったんだぜ。こんにゃくを使用した田楽が登場すると、それはおでんと呼ばれ、煮込んで調理するようになっていき、それが煮込みおでんと言われるようになっていったんだ。なるほど、もともと田楽だったものが、煮込むようになって派生しておでんになったわけね。そういうことだぜ。当時の江戸では、煮込み田楽をおでんと呼ぶようになり、焼き田楽を田楽というようになっていったそうだな。そうして、おでんが日本全国へ浸透していったのね。おでんは日本で家庭料理としても親しまれているので、日本の文化としても外国人から興味を持たれているんだぜ。また、地域によって味付けや具材が違うこともあり、地域の風土を知ることにもつながり、楽しむことができるんだ。旅行の際は、各地で具材や味の違いを探してみても楽しそうだわ。ちなみに、訪日外国人はなんでおでんを知るようになったの？おでんが外国人に知られるようになったきっかけは、日本のアニメでおでんの描写が出てきたりするからなんだぜ。アニメでおでんを知って、食べてみたいと思う方が多いんだ。実際、アニメでおでんを知った外国人からは次のような反応があるぜ。ワンピースってアニメでおでんを知ってから食べてみたいと思っているんだ。アニメは外国人にとって日本を知るきっかけの一つになっているのね。おそ松さんに出てきたことがあって、それからおでんが気になって仕方がなかったんだよ。いろいろなアニメでおでんはよく出てくるのね。というわけで、おでんが訪日外国人に愛されているとわかったかな？おでんが世界的にも親しまれ始めているとわかったわ。今後も日本食の一つとして皆に愛されてほしいぜ。冬に日本を訪れる際は、ぜひおでんを食べてみてほしいわね。
四つ目はもんじゃだぜ。もんじゃ焼きはさすがに外国人は知らないでしょ。いや、訪日外国人はお好み焼きよりももんじゃが好きなんだ。見た目がダメって人も多いもんじゃ焼きだが、食べるとお好み焼きよりももんじゃの方が良いそうなんだぜ。もんじゃ焼きは、お好み焼きのように粉物料理の一種だ。水溶きした小麦粉と具材を鉄板上で調理して食べるんだぜ。具はみじん切りになるので、食べやすいのが特徴だな。見た目はぐちゃぐちゃに見えるけどね。でも、味は最高に美味しいわ。確かにほぼ海苔状の食べ物だから見た目は複雑だ。しかし、訪日外国人にとっては調理するシーンも、エンターテイメントのようで楽しいというのも好まれているぜ。確かに店員さんに調理してもらう場面は面白いわよね。そうだな。次はもんじゃを体験した外国人の反応を紹介するぜ。もんじゃ焼きは美味しいし、作ってる姿がかっこいいんだ。日本の鉄板焼きの食べ物が大好きなんだ。もんじゃは見てても楽しいんだよ。本当に訪日外国人からの反応が好評だわ。ファストフードとしては複雑だけど、美味しいのよね。一口食べたらすぐにハマったわ。自分でやったら作り方が難しくて失敗したけど、美味しかったよ。訪日外国人はもんじゃ焼きをエンターテイメントとしても、楽しんでくれているわね。このように訪日外国人はもんじゃ焼きの体験を愛してくれているんだ。もっともんじゃ焼きの素晴らしさが広まってくれると嬉しいわ。ちなみに、もんじゃ焼きはいつから日本にあるの？もんじゃ焼きは、日本独自の食べ物で東京発祥のローカルフードだ。現在のスタイルができたのは、戦後の昭和20年代だぜ。下町の駄菓子屋で子供向けにお好み焼きを作ろうとして、出汁を入れすぎて、トロトロに失敗してしまったんだ。それがもんじゃ焼きの始まりだと言われているんだな。失敗から生まれた美味しい食べ物だったのね。そういうわけだ。主に発祥地と言われているのは、東京と台東区浅草近辺が多いそうなんだぜ。1974年までの下町の駄菓子屋では鉄板が常備され、もんじゃ焼きを食べながら子供たちが遊んでたんだ。もんじゃで陣取りゲームするという遊びがあったそうだな。東京の食文化やその情景が浮かんでくるようだわ。というように、もんじゃ焼きには、東京の歴史文化が反映されているわけなんだぜ。今では訪日外国人にも愛される食べ物になっているんだ。東京を訪れた際は、ぜひ一度は体験してみてほしいわね。5つ目は肉まんだぜ。待って、肉まんはさすがに日本の食べ物じゃないわよ。確かにもともとは日本の食べ物ではないんだ。しかし、日本独自の肉まんも存在していて、それが訪日外国人に食べられ、愛されているんだぜ。日本独自の肉まんって一体どんなものなのよ？肉まんは、中華まんの一種で、小麦粉の生地で肉の具を包んだ食べ物のことなんだ。原型は、中国のパオズだと言われているな。ちなみに、パオズは天津の一種なんだぜ。中華料理屋で定番なのが天津ね。日本の肉まんと中国のパオズの違いは何なの？パオズの場合は、基本的に具材が豚肉やロバ肉なんだぜ。また、野菜には白菜が使われたりしているんだな。そして、日本の肉まんはバリエーションが豊富なんだ。中国と同じように豚肉のものもあるんだけど、あんこピザカレーチーズキャラメルなどがあるな。バリエーションが豊富すぎて選ぶのに困っちゃうわ。また、大阪名物の豚まんを販売している551蓬莱では、初期の頃に牛肉入りの肉まんを販売していたんだ。ちなみに、西日本での肉まんは豚まんと言われるんだぜ。牛肉入りの肉まんは、非常に珍しいわね。そうだな。ほとんど見たことも聞いたこともないよな。551蓬莱のように地域で有名な肉まんもあり、ご当地肉まんと言われるようなバリエーションもあるわけだ。また、各社コンビニでもそれぞれ肉まんが販売されているし、それぞれが肉まんといっても味わいや具材が違っているんだぜ。いろいろ食べ比べてみると全く違うことがわかるんだ。肉まんは日本に伝わって日本独自の発展を遂げているのね。だから、訪日外国人にも愛される日本の肉まんになったわけだぜ。食べてくれた訪日外国人の反応も知りたいわ。じゃあ、反応をいくつか抜粋して紹介するから、聞いてくれよな。日本で食べたピザマンは、味が最高に好みだったんだ。私は日本のカレーが大好きで、カレーマンは最高の食べ物だったんだよ。愛の溢れたコメントだわ。肉まんが食べたくなるわね。551蓬莱の肉まんは、一度食べたら忘れられないんだ。また日本を訪れた時は食べたいと思っているよ。大手チェーン店なのに551蓬莱の商品は、本当に美味しいんだ。日本旅行の時に食べたけど、また食べたいよ。551蓬莱は本当に人気の豚まんなのね。というように日本の肉まんは、訪日外国人が愛する食べ物の一つなんだ。日本人にとっても冬になると食べたくなる食べ物の一つよね。むしろ、いつでも売っててくれると嬉しいんだけど。ネームは食い意地張りすぎなんだぜ。だって、肉まんはいつ食べても美味しいでしょ。6つ目はカレーだぜ。カレーは日本人にとっても大好きな料理でしょ。
ああ、日本の家庭料理として有名な食べ物だからな。だけど、カレーの発祥は日本じゃなく、インドだわ。いやいや、インドのカレーと日本のカレーは一緒じゃないんだぜ。まず、インドのカレーはイギリス経由で日本に伝わっていて、イギリスの影響を受けてから日本に来ているわけなんだ。だから、インドとは違って日本のカレーには小麦粉が使われ、カレールーにとろみのついたものが一般的なんだぜ。ちなみに、インドでのカレーとは、香辛料を多用した煮込み料理全般を指すんだ。しかも、カレーという名前の固有料理は存在しないそうだな。見た目は似ていても、インドと日本じゃ全く違うのね。だな。香辛料を多用したインドカレーを日本の感覚で食べれば、全く違う味だとびっくりすることになるのは間違いないんだぜ。確かに香辛料の味わいは、日本のカレーとはまた違うわ。そういうわけだ。しかも、日本のカレーは、基本的にご飯にカレーをかけて食べる方式だ。インドだと何と言われるパンのようなものと食べるぜ。また、ベトナムやミャンマー、タイなどでもカレーはあるが、ご飯と食べるとしても別々にして提供されているんだ。日本ではご飯にかけて食べるのが定番よ。このように食べ方でも味でも、日本のカレーと他国では違うんだぜ。日本のカレーは、訪日外国人にとっても食べやすく、愛される料理の一つとなっているんだ。外国人からも愛されるなんてすごいことよね。実際に日本のカレーを食べた訪日外国人から次のような反応があったんだぜ。日本のカレーは本当に美味しい。日本のカツカレーを食べたことがないのは損していると思うよ。インド人だけど、日本のカレーはインドのカレーの味とは全く違うんだ。日本のカレー大好きだよ。インド人にも好まれているし、なんならすごい褒められていて嬉しいわ。インドのカレーは辛すぎるけど、日本のカレーは優しい味わいでホッとするんだ。カレールーは最初チョコレートかと思ったよ。コンビニでルーを買って自分で作って食べてみて最高に美味しかったんだ。自分で作って食べてる人も現れてびっくりよ。みんなが食べやすいって好んでくれているのね。というように日本のカレーは訪日外国人にも愛されているわけだぜ。ちなみに、日本のカレーはいつから日本にあるの？日本にカレーが伝えられたのは1868年だ。イギリスの商船が既成のカレー粉を持ち込んだそうなんだぜ。そして、1872年に出版された西洋料理通によって、カレーのレシピが紹介されたことで一般に広まったんだ。これを出版した新聞記者の金垣露文には感謝したいな。金垣露文さんはカレーを広めた人になったわけね。そうなんだぜ。また、それ以降はスープカレーやカレーパンなど、定番のご飯とカレーの組み合わせだけでない食べ方も増えたんだ。様々なアレンジが存在するのも日本の特徴なんだぜ。日本は食べ物を日本に合わせて発展させるのが得意なのよね。各家庭でも隠し味が違ったり、好みの具材が違ったり、乗せる具材があったり、ご当地で入れる具が違うなどバリエーション豊かだからな。様々なものと合わせることや多文化を取り入れることに、抵抗が少ないのも日本の素晴らしい点だと考えられるんだぜ。確かに他国の食文化でもすぐに取り入れたりするわよね。カレーはその定番と言っても過言ではないな。だからこそ、今では日本の家庭料理としても親しまれ、誰もが好きになる美味しい日本食の一部になっているんだぜ。もっと外国人からの反応を聞いておきたいわ。訪日外国人からは次のようなカレーへの反応があったんだぜ。日本のカレーはインドとは違ってシチューに近いよね。だから日本のカレーが好きなんだ。私はアメリカ人なんだけど、カレーは日本料理だと思っていたんだよ。1960年に日本に駐留していた母が作り方を学んできたからね。食べ物には歴史があると感じられる反応だわ。日本のカレーがアメリカに伝わっているのは感慨深いわね。いろんなカレーを食べたけど、日本のカレーが一番好きだよ。日本に5年住んでいるけど、至る所にカレー屋があって、日本のカレーは本当に美味しくて人気なんだ。日本に住んでいる外国人がいることも、カレーを好んでくれていることも嬉しいわよ。というようにカレーは訪日外国人に愛される食べ物の一つなんだぜ。日本の歴史と文化がカレーを作ったことが伝わったんじゃないかな。日本の食文化を感じることができたわ。今後もたくさんの人に愛される日本のカレーであってほしいわね。というわけで今回は以上だぜ。最後まで見てくれて、ありがとうな。チャンネル登録やコメントなども、ぜひよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう、だぜ。